100年経っても好きでいてね。みんなの前で困らせたり、それでも隣で笑ってくれて、選んでくれてありがとう。どれほど深く信じ合っても、わからないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが、愛するということかもしれないから、いつかお父さんみたいに大きな背中で、いつかお母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも越えてゆける家族になろうよ。この頃は体が弱くて、すぐに泣いて甘えてたの。いつも自分のことばかり精一杯で、親孝行なんてできてないけど、私はそれほど変われないとしても、一歩ずつ与えられる人から与える人へ変わってゆけたなら、いつかおじいちゃんみたいに無口な強さで、いつかおばあちゃんみたいに可愛い笑顔で、あなたとなら生きてゆける、そんな二人になろうよ。幸せになろうよ。